ボード幸せそうじゃん。キスしたらもう女の子は本気だったもん。いや、ベッドも行かないよ。君子好きだよ。一緒に住んで住みたい。おい、連絡来たぞ。来ましたか。君子から連絡来たぞ。詳細言わないからさ、俺も全然話が分かんないです。もしもし。怖い。カメラ回ってます。ちょ、やめてよ、ほんと。この撮影のためにさ、僕のテーブル座るのはいつまでたらカウンター座るのは。あ、マジで。そうだよ、ね、このね、カウンター戻ろうかみたいな話になったんだから早く来てほしいよ。そう、ほんと君、何バレてない。ゆっくり。おれ、もう歩いていくんすよ。いや、ここ、ゆっくりだよ、まだここ危ない。まだ危ないよ。おらい。あ、よし。あ、おらい、いける。怖いね。真ん中辺の高い、なんか、おらい。2.0 いけるな。まだ10センチぐらい余ってるわ。なんで？あ、そうそう、まあ、何も知らんな。いや、僕は知らないです。だから昨日連絡あったんだろ。でもミオに何て連絡来たの？ミオには本田さんからの伝言で、うん、明日居酒屋みたいなところに二人で行くんだけど、翔くんとミオちゃんも来なよって誘ってるよって。本田くんじゃなくて、あのキミコさんから来た、それのラインが連絡来たの。そうってことは、多分ね、キミコは多分、まあ、二人っきりは嫌だから、どうせならキミコにもう内緒で行くわって。どっちみに行けんって言ったんだろ、最初は。もう断ってたの、ミオたち。断っとったけど、本田君からしたら2人で行きたいじゃん、君子のこと好きだから多分。ああ、好きじゃないよとか言ってるけどね。キスしたって言ったからな。言ってないからね。君子さんに怒られる、それ。ミオが言ったとか言ったら、ちっちゃいつい入れんなって今日昼間電話で言ったよな。ちっちゃいつい入れないって言ってた。とりあえずじゃあ現地もうすぐ近いんで、視聴者の皆さん楽しみに。ちょっと待って、どういうこと。いや、ごめんなさい、本当にでもこれは予定だったんですよ。お座っていいですか。どうぞ。びっくりこいちゃった俺、本当に。幸せそうじゃん。キスしたらもう、キスの、ちっちゃいついらんし。キスだもん。ちょっと待って、めっちゃ熱くなってきた。上着で出るんだよ、上着。めっちゃ熱くなってきた。分かるですよ、もう。半袖だからね、半袖だからね。リムシー、俺だって。いや、なんで私ネタバラシしなきゃいけないです。俺、心の準備もいるもんで。最近いじられるね。お疲れ様です。お疲れ様です。いいゲームで。
つもカウンターだもんで、うん、ここがなんか落ち着かんって言ってる、うんうん、じゃ確かに静かすぎて嫌なんだけど、うん、カウンターの方が面白いもんね、うん、そう大将と喋りながらやるもんで、うんうん、あ2人だと緊張するんだ。緊張っていうかこの席がダメなもんで。何ですか、たまには好きな女とお前は好きな女とかさキスした好きな女と、ま、待て待て待て、おかしい、車でも行ってましたから、ね、じゃあこれこれもうはっきりしとこう、はっきりしとこう、付き合ってるんで。違う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 違してないじゃん。してないよね。なんでお前上からなんかお前。お前ちょっと顔見えな声してやる。私たちキスしたとか言ってお前。ないんだとキスしたキスした。それキスだよ。しかも車で電話切ったと思う。キスしたいって。お嬢ちゃんみたいな。悪意あるよマネ。悪意しかねえよこっちは。本当に。キスだよキス。キスした中だからとか言って車の中で言ったら。めっちゃあるな。酔っ払って。ないっていうの。いや女君は本気だったの。ベトムイカメよ。なんちょんマチャイよ。まあすごい目ガチャでマチャイよ。いや女君結婚してるしてないでしょ。離婚してる。してるよね。離婚してるよね。今それは寂しいよね。すごい流すじゃん。いや本当にすごい最初上手なもんでこう。誘導しもしてる。もうめっちゃ上手なもん。流してくるもんねこう。彼女欲しいとは思わないですか。まあ欲しい。今日は思うんですけど、それがやっぱキミコなんでしょ。じゃあそれだけいい女じゃん。そっちね。そうですね。本当に。あ、今日のために私履いてきたよ。こんちゃんに買ってもらった靴。あ、クリスマスプレゼントですか。あ、本当これクリスマスプレゼント。そう。すごい。ね、まあ、ありがとうございます。ね。てかこれはでも自分たちが買っていいんだから。そうだよ。あれ、あの仲間には取れたの。取れます。もう取れた。そう。まあ、じゃあ僕らも飲んだし、動画取れたんで、まあ、そろそろ行きますか。どうなの？これだけでしたって。もしもし。もうまた反応。だって二人でいたいでしょ。じゃあ、まんまにした感じじゃないですか。いや、みんな行ってください。照れちゃって。照れちゃって。そう、全然喋ってないですよ。熱だけ食いたい。ちょっと食べて。じゃあ、これ変に手つけると、これ金払わなかった。これ、エビがめちゃくちゃうまい。いや、ここの大将ね、あの市場で働いてるの。らしいね。みんなが料理がうまいって有名だよね。そう。これもだから、結構だね。生もんとかさ。これ、これ、これも食べていい？誰も運転にする前に。なんか、あれ、なんか、あ、これか。うん。うまっ。感想、うまっ。食レポ向いてない人やもん。告白はされたことない？俺と付き合うかみたいな。まああるね。いいよ。ああ、もうそれは好きじゃん。でもいつも言ってますよね。なんかキミコ俺がおるからいいじゃないかみたいな。ああ、言う言う。なんかよく聞くな。ちょっと待て、ちょっと待てよ。いやでもそれは言ってますよね。じゃあ懐かしくなってきちゃうな。いつもなんて言うんだけど。好きだよ。好きだよ。好きだよって言ったの。どうなんていうの。キミコ好きだよ。しかもなんか最初の方なんかお店行き始めの時はキミちゃんとか呼んでたんですよね。最近キミコなんじゃん。なんかだけど急にキミコになったらしい。みんながいた時とかに。何でもあっとる。そう。僕なんか最初キミコって言えんかったもんね。最近じゃない俺キミコっていうの。何で呼んだ。キミ姉じゃない。あ、キミ姉って呼んでたよね。キミコに言ったら何で変わってるのか。あんま古かったね、こいつ。でも電話の出方でわかるよ。この年になったら普通だからね。別にキミコって言われてもそう怒れるんだ。私あの昔はレディースが結構おったからどっこうバリバリだったからね。こんなのいくつ51って。いやこれがねずっとね俺は30代見られると見えん。じゃあどう考えても見えんって教えてるのに毎回教えてるそれ。俺いつも言ってるけど30代見えんですよって言ってるの。見えない。見えない。すいません。40代は上に見える。本田さんなんか上には見えるよ、全然。あ、見える。でも50代には見えんかな。30代には見えん。俺30代で言われるもん。多分私。ちょっと待って。お前何イチャついたお前。
いやなんかこっち見るとなんかこっち3人と絵が全然違うわ、なんかチンピチしちゃうもん、なんかプリプリでもこっちはなんか若い2人って感じだよね、なんかもうなんか確かにって、ね、でも親子の問題だからね確かに確かに、なんか俺なんか脳がなんか今ゴーッなんかさっきの本田さんと違ってますこの2人とこの横人で飲んでることがなんかおかしくねえかみたいな、絵が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 誰のお父さんお母さんだと思ったよく30代に行ったね、俺それ並んでたら絶対分からんねまだ行っとんの、いや一回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 横座ってくださいよ、じゃあ絶対そう思う、ちょっと一回じゃあショート入れ替わってみようよ、一回ショート入れ替わったらどうなるか、一回ちょっとあのミオの横座ってみてください、変わらんと思うの、いやちょっと確認しますもん、絶対変わらん、俺もそう実際に見んとわからんな、絶対これパパカツやん、絶対これパパカツやん、絶対これパパカツやん、まあ、バカです、いや、絶対おかしい、この映像絶対おかしい、パパカツやん、パパカツ、パパカツ、確実にパパカツ、パパカツやん、パパカツやん、確実パパカツやん、ごめんなさい、ほんとごめんなさい、ひどいなもう、お小遣いあげたでしょ、ほんま、ひどいって言うけど、ほんとに、俺通るはずなんだけど本気なんだよ、これすごい幸せカメラの上で初めてこの告白撮れる、じゃあカメラの前でまだ行ってないから、でもこれこのタイミングに出来合わせるって本当に幸せだよ、ね、さっきまでなんか認めんかったけどカメラ外になったらすっごいすぐ認めたもんねやっぱちょっと本気があるんだ、ありますよ、ハキミ君に対してありますよ、カメラが回っても言えるの、言いますよ、どういう本気なの、好きなの、うん、かわいいな、やっぱ何回も断られても行くんだ、行きますよ、それだけ好きなんだ、うん、もうあとも何もないもんで、一緒に住んで、一緒に住みたい、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 マンションあるもんで、あ、それは一番いいところだ、小屋維持半ともいったし、あ、本田君がマンション持っとんの、今そこに住んでるの、一人で住んでるもんで、うん、空いてるもんで部屋だったから、うん、だったら、うん、一緒に住めないがや、今すごいところで行きましょうよ、そしたら住んでる家賃も払わんでもいい、動かされてる、けどまあ彼氏とかじゃないと住みたくない、それはもうそんなに住めないから自由発揮じゃないからだから住んでないんでしょだけど俺はなんか何が幸せって45、51、まあまあじじいとばばあの恋愛見たらもうガチな黒目を今その場に折れるっていう感じがする、じゃあ幸せで楽しんでるんですよ、まあまあのじじいとばばあばあばあが黒目になってるこの空気が笑ってるから楽しんでるましてやもうスイム甘いの知ってて結婚もバスもついてて子供もおってその女を口説きに行くってさ、エベレスト登頂ですかいいノリじゃん、なんかわかんないですけど本田くんっていう人柄は好きだけどやっぱ恋愛じゃないんじゃない、うん、じゃあそれはもう仕事しとるし、でなんか俺はわかんないですよ、変にアドバイスになってないかもしれんけど、やっぱ商売ってやって1年目2年目3年目って忙しいし、うん、もうそういうこと考えねえんじゃん、そういう目で絶対見えんと思うの、今なんかうわーって行くとうわー、いかんちゃう、好きだよっていうのはすごいですね、スパイダーミオの好きですよ、愛してますよ、愛してますよ、僕ミオ本田君マジずっとつけてるんで好きって言うんですけど、本田君の場合はそのそれ関係になる前にそれで好きっていうのはすごい、なるほど、なるほど、でも遠回しに行っちゃうんで気づかないようにして見てくる、そう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 、僕はスルーと行くのでも、濁ってるよ、はははは、恥ずかしいけど、濁ってるよ、ちょっと濁ってた、自己理由でも、あの、あれだよ、長い目で見たい、うんうん、どういうこと、長い目では恋愛対象になるってこと、でも、本能じゃん、人って、今恋愛対象ないけど、うん、ではないの、ないの、うん、今は今は、うん、だけど、長い目で見たりとか変わってくる、人としては好き、人としては好き、嬉しいじゃなくて悪い気しないじゃん、
アホだけの好き好きって言えることはたまにうざい時あるよ。本当あるよ。そうそうしつこくて俺のこと好きだろみたいな、ずっとそれ言ってくるからね。そうどうやって思う、なんでそれを言うっていうのは、なんで俺は見返りを求めてるのかな。本田さんの本田君がそれをなんかしつこく好きって言う、それはやっぱちょっと恥ずかしいもんで言っちゃうんですよね。やっぱりどういうこと、恥ずかしがり屋じゃないですか男って。照れ隠しみたいな感じで言っちゃうってこと。照れ取ったら言わんのじゃない、少年の気持ちを持ったんじゃないですか。昔中学校の時好きな子っていじるんじゃないですか。ああそういう感じ。はい皆さん、はい、まあ俺が締めるんじゃないですけど、俺同級生、まあ、でも16の時付き合ったんですよ。だから憧れの女、マジかっこよくて、俺も不良だったから一緒に不良をやっとって、すごい、まあ、光り輝いてる女だったんですよ。ちょこっとね出会ってちょっとだけ付き合って、ほんと数ヶ月だったもん遠征感で、俺が振られたから。うんでも、まあ、今は友達じゃんこうやっていい関係だから、逆には俺本田君が付き合ってほしいなーって本当に思う。だまあ今日聞いてる感じは多分もう難しいだろうなーって。今のところはね、分からない、何があるか分からない。ちょっと締めがなくなりましたけど、はい、じゃあ思いを好きだよ。ちょっと待ってじゃあもうこの間あの金がなくなったら収入がもう一回チャラでいいんじゃね。じゃあ終わってるよね、もう取る。じゃあいや言わしてるみたいな、いや視聴者も心配してるよ。キビ君はあれを普通だったら使ってほしくないわ。ああそうだね、疑いかかるもん。それをいいよって言ってくれたら、その気持ちを聞くだけくださいよ。カメラに伝えてあげてください。すいません、ちょっと違ったもんね。違うの、ね、まあまあ、でもまあ君子が悪くなかったとかどうでしょう、うん、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。はい、せーの、また来てーまた来てー、また来てーボケーすごい妙嫌なやつやいやいや、それ